僕は今年中にジムを建てたいな。今の僕の夢っていうのは、多くの人にボディメイクとか筋トレの魅力を知っていただいて、多くの人の人生を変える、プロのパーソナルトレーナーとして今働いておりますので、ちょっと一緒にマシンを見ていただこう。結構積み重ねで勉強してたんですね。で、大体今1ヶ月半ぐらいかな、もうついに明日テストなんですよ。もう結構緊張して。合格です。合格って書いてあります。正直なこと話すと、僕がベストボディ大会出る前に僕のおじいちゃんっていうのが亡くなったんです。今トレーニングを始めて1年以内にトレーニングをやめてしまう人っていうのは多いから、そう、今僕に出会った人たちにジムに来てもらいたいから、僕はできるだけ早くジムを作りたいと。はい、こんにちは、なすけです。ということで、今ね、仕事が終わって19時ぐらいなんですけど、これからね、あるところに向かいます。もうね、待ちに待ったね、あれが完成します。もう大会と引っ越しとかね、まあいろいろ話してたじゃないですか。もうこいつはね、大会の大切な期間に何をしてるんだと僕も思ってる。何してんのって。だけどね、やっぱり僕は今年の1月からずっと夢がある、夢があるって言ってて、もう今年中になんとか夢を叶えたいなとかって思ってたんですよ。まあ、結構ね、不幸なこととか自分の中であって、自分がなんで今年中にこの夢を叶えたいのかっていうのはいろいろ暴露はしてたんですけど、でもそれがね、ついに形になりそうです。なんかね、まあ、僕のね、母校がね、もうね、バレてんですよ、ネットで。母校がバレてる。いいんだけどね、いいんだけど、母校がバレてる。なぜなら僕の文化祭がバズりにバズってしまったため。その母校でデザインをね、今やってくれてるんですよ。ジムの内装です。ジムの内装の模型が出来上がったらしくて、ちょっと見に行きたいなと思って、これから仕事終わりにガーッとね、行ってね、ちょっと内装どんな感じなのかなって見ていきたいと思います。ということで、向かって行きやしょ。なんとですね、今模型を、あ、やべ、行っちゃった。どん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 、すごくないですか。ジムのですね、内装なんですよ。いや、正気です。内装をお見せするのは多分初めてだと思うんですけど、僕の大学の方が協力してくださって、模型というものを作ってくださりました。ここがね、入り口なの。こうエントランスで受付があるんですよ。ここにね、僕がもしかしたら立ってるかもしれないという、ここに、ね、通路があって、そして上から見るとここにね、デザインウォールがあります。これがね、ジムのロゴになってます。そしてそして注目のジムエリア。ジムエリアはこんな感じで、ちょっと床がね、フロントとジムで変えたんですね。結構居心地のいい空間を作りたいなっていうことで、フロントはあったかい色で、ジムエリアはちょっとね、暖色のライトとか入れながらトレーニングに集中できるようなジムエリアになってます。これがすごくない？マシーンが、え、何これ。鏡がこんな感じでね、あるんですよ。そしてこっちにもマシンあります。まあ、2つね、部屋があって、空間は遮られてて、個人のスペースでトレーニングできるような形になってます。まあ、この模型をですね、ジムがオープンしたらジムの中に置いていいっていうことなので、まあ、イメージの内装はこんな感じです。すごいでしょ。あ、緊張した。持ってるだけで緊張する。おはようございます。6時半なんですけど、有酸素今1時間行ってきて帰ってきたところです。だいたいね、500キロカロリーぐらい消費して、でん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 、うわ、できてる。主食はね、このジャガイモさんが主食になって、いやいや、まあ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 、今の体はこんな感じです。だいぶね、腹筋がね、見えてきて、枯渇生活今ね、11日目ぐらいですね。ここも結構調整気味なんですけど、枯渇させて枯渇させて、最後の1週間で晴らしていく。今いろいろと撮影とかやって、もうね、6時半ぐらいになっちゃいましたね。撮影した写真はこんな感じ、バーンとね。実はですね、ジムの開業に向けてクラウドファンディングを前々からやるって LINE とかインスタとかで告知はしてたんですけど、 T シャツをですね、クラウドファンディング記念で作りました。結構いい感じに撮れてるんですよね。まあこのね、ブーちゃんのね、事故車とかね、結構撮ってて、なんかちょっといい感じに撮れたんじゃないとかで、あーちょっと待って、ごめんなさい、ごめん。そんな感じで、まあもろもろと時間が過ぎていきました。クラウドファンディングのページも作っていきました。結構ね、どういう思いでクラウドファンディングやるのかとか、 T シャツだったりね、あとは見てこれ、イケメン誰これ、あ、やばいやばい、これ直哉さん怒らないでください。僕のことをいつもサポートしてくれる直哉さんとか、まあ、ブーちゃんとかね、どういう人なのかっていうの説明が書いてあったりしてます。まあ、リターンにはですね、壁に名前を入れますとか、感謝の動画作りますとか、まあ、もちろんパーソナルの商品を準備してたりとか、一緒に撮影から僕の YouTube 風で動画を作るとか、なんかね、そういう感じのリターンもいろいろと準備してるっていう感じです。
ジムに来れない人のためにオンラインジムっていうのも始めて、いろんな人にこういうものを、僕の知識とかパーソナルの知識とかっていうのを受けていただいたりとか、モチベーションも一緒に上げられるようなページも準備してたりします。ジムのパーソナルトレーニングってなると、固定費とかもかかってくるから、当然オンラインでやるよりは結構高くなっちゃうと思うんですよ。だからお金が払えない人とか、場所とか時間がないとか、知識がないとか、モチベーション上げられないって人のために、なんとか僕もジム以外でそういう人たちと関わっていきたいなと思ってオンラインジムを開いた次第です。ここら辺のね、準備をいろいろと進めてて、これでいろんな人が笑顔になれるなら、なんかすごいやりがいがあることだなって思いながら進めてました。多分 YouTube で初お披露目かな。これからジムの中身っていうのをですね、見せていきたいと思います。内装がねちょっと進んでるんで、それも楽しみにしてみてください。ということで、これからジムに向かっていきます。行きましょう。なんとジムに着きました。ここどこで撮ってるかというと、トイレなんですよね。トイレ、なんかちょっとこっちね暗いんだよね。なぜかというと電気全部外しちゃってて、ジム用の電気に取り替えてるからちょっと暗いんです。ライトつけようかな。便利だよね、これでライトつくんだもん。はい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 。ということでこんな感じです。真っ暗でなんか怖いね。心霊現象起きちゃうんじゃないみたいな感じだけど、入り口から入ってね、ここが受付部分で、ぐーっと来るとあっちにパーソナルスペースがありますと、まあ、こんな感じで結構ね広めの場所を借りたんで、すごい広々とパーソナルトレーニングができるかなと思ってます。中は全然出来上がってない。内装も結構ね準備段階で、あと1ヶ月弱はかかると思う。これが2つ目のパーソナルスペースです。なんか怖いね。こんなの初めてだよ。どういうドアにするかとか、どういう受付のカウンターにするかとか、そういうのをね決めに来ました。徐々に出来上がってきた。わかるかな、ちょっと暗いよね。こんな感じで出来上がってきてます。ついにだ、ついに夢が叶う。正直ですね、今年の1月からずっと準備をしてきて、このために資格も取って、パーソナルトレーナーさんともいろいろ話もして、いろんな準備をしてきて、やっと形になるかなって思ってます。いろいろね考えることがありました。正直僕の家族にね一番見させてあげたかったんですよね。でもやっぱり家族もずっといるわけじゃないっていうのは分かってたから、正直ね早くもっと夢を叶えてちゃんと見させてあげたかったなっていう思いが結構僕の中にはあります。まあ悲しいですね。悲しいけど、でも悲しいけど、でもやりきったら、まあどっかで見ててくれるんじゃないかなって僕は思ってます。もっと早く叶えたかったなって思いましたね。でもこういう環境が準備できたことに感謝して進んでいきたいと思ってます。まあ、皆さんの支えもあって、クラウドファンディングっていうのも準備させていただいて、全国どこにいる人にでもリターンが準備できるような環境も整わせていただきました。これからまあ大会もあって、僕は日本一を目指してます。そしてジムも日本一初心者が来やすいジムを目指します。僕が作るジムだからこそ来やすいって言ってくれるような、そんなジムを目指したい。僕がトレーニングとかを続けることができてきたこのノウハウとか少しでも知ってもらえれば、あきついなって思ってやめちゃう人、そういう人が少しでも減るんじゃないかなって僕は思ってます。いろんな思いが詰まったジムです。事故から復活したパーソナルトレーナー、事故にあったからこそ体が動く、そして健康でいるっていう価値をみんなに伝えたい。直哉さんも一緒に体を変えるからこそその人の人生が変わる瞬間を届けることを生きがいにしたいっていう熱いメンバーが揃ったと思ってます。このクラウドファンディングもめちゃくちゃ時間をかけていろんな準備をしてきました。だからこそここでも日本一のクラウドファンディングを成功させたいと思ってます。大会もジムも全部全力です。全てに感謝して、この11月クラウドファンディング、そしてジムの開業に向けて突っ走っていきます。もちろん大会も全力です。日本一を取ります。すごい欲張りですねすごい欲張りだけど、人生一回きりだからやらないといけないと思う。やりきって、やりきったよってこの声が届くといいなって思ってます。ということで今回の動画は以上になります。少し暗い中のジムの初お披露目でしたが、少しでも身近に感じてくれたら嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。